岸田総理の演説前に爆発物が投げ込まれた事件で警察は今朝、木村容疑者の身柄を検察に送りました現場では爆発物とみられるものが40メートルほど離れた場所から見つかっていたことが分かりました事件現場から中継です私がいるのは事件現場となった埼玉崎漁港です 漁協の組合長への取材で爆発があった場所からおよそ40メートル離れたネットの上で爆発物と見られるものが見つかっていたことが分かりましたあの辺りで爆発した爆発物と見られるものがこちら、池けの上の緑のネットの上で見つかったということです池けの近くの倉庫の壁には事件前にはなかったという丸いへこみが確認されています。 爆発したとみられるものは警察が押収したということです。警察などによりますと、現場などから果物ナイフや爆発したものを含む銀色の筒状のもの2つなどを押収していますが、木村容疑者は調べに対し、黙秘を続けているということです。警察は今朝、木村容疑者の身柄を検察に送りました。今後、動機の解明などに注目が集まります。